できないって言ってたくせに、何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。本気なんですね富岡さん。まさか柱が鬼をかばうなんて。あなたがその気だろうと、私はここで時間稼ぎに付き合う気はありませんので。ではごきげんよう。それで私に追いつく気ですか。私を止めようとすることも結構ですけど、もう一人いることも忘れなく。富岡さん、聞いてますか。富岡さん、鬼を切りに行くための私の攻撃は正当ですから、違反にはならないと思いますけど、富岡さんのこれは対立違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか。嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます。伝令伝令、あ、本部より伝令あり。炭治郎、禰豆子両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。